今回はこちらですよ、キムコの AK550、はい、こちらは、まあ、新車ですよね、はい、納車整備終わって登録も済んでいる新車、購入できるお店がもう限られてしまっているので、そちらでね、購入して、でうちになぜか納車されるっていうですねそして、お客様にちょっとあの今の思いの車両とちょっとキャリアとかの後ろについてベースとかをね付け替えてっていう、感じで、はい、AK550、アニバーサリオキムコ550っていうですね、はい、そういうことらしいです。イタリア語ですかね、アニバーサリオね、まあアニバーサリーキムコ英語でしたらね、そんな感じになるかと思います。まあ、記念車ですね、はい、それで、まあまあ、T-MAX ですよ、ね、このタイプのスクーターではやっぱりね、すべての指標になるようなね、はい、ありますけど、まあ、それをもちろんね、まあ、研究してっていうことはあると思いますが、はい、作られているスクーターでございます。はい、まあ、550cc、ね、当時、これが発売された当時は T-MAX は530だったんですけどね、今560になりましたね。はい、まあいろいろと、まあ、T-MAX はどん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 、ね、進化させてね、今に至っておりますが、まあ AK も多少なんかいろいろあるみたいです、うん、違うバージョンがね、はい、ただあの日本ではなかなかね難しいと、いうことで、うん、まあ、発売ねはされましたが、まあ、ほとんど出なかったみたいですけどね。はい、でタイヤを見るとですね2017年製がついてますから、もう5年前とりあえずもう5年近く前、そうですね、はい、まあ、そういった車両にはなりますけどね、はい、さてそういったところでちょっとね、まあ、見ていきたいと思いますよ。私もねこれあの今日初めて、ほぼ触るの初めてですね、いろいろね触ってみるのがね、はい、これ何も知らないと分かんない特にあのスマートキーの使い方がちょっと特殊ですね、はい、まあいろんな理由があるんだろうと思うんですけど、まあただねKRV になって良くなりましたね、はるかにね。だからまあこれがねテスト的な部分があるのかもしれない、はい、でこれまあスマートキーはこの中に入ってるんでね、まあ電源入れられるんですけど、電源スイッチここなんですよ、電源スイッチここで、でシートってあるんですけど、まあ、基本的にこれ関係ないですね、普通にもうここ押すだけなんでね、で一回電源を押すと電源入ります、はい、電源入ります。でシートを開けたいときに、これシートを開けたいときにちょっとあれなんですよ、もしこっちでも開けられるのかな、いやどうだろうな、ちょっと分かんないですけど、まあとりあえずハンドルロックをねするのに、まあ、これで押し込みながらなんですよね、これスマートキーだから別に押し込みながらやる必要ないと思うんですけどね。そしてさらにここを左に、左でいいですよね、左に回すとねパチッといってシートが開くという仕組みです。でこれも T-MAX のね530と同じような後ろにこう跳ね上がるタイプですね、はい、でメットにはこんな感じでね、うん、まあそこそこの広さはあるかと思います。はい、でねちょっと閉じましょう。そして、この位置からちょっとね、まあ、通常これでもう一回これを、まあ、スマートキーを持って離れるとか、もしくはこれを押すと電源が切れてね、電源が切れればもうね回る、あ、で、あとこれも回るんですよ、くるくる回っちゃうんですよ、これ面白いですよねこれね、うん、でこれこう押し込めるんですけど、これ電源じゃないんですよ、押し込むのは、うん、電源はあくまでここなんですよね。でここを押すの、ちょっとですね、もう一回押すね、入りますね。でこれくるくる回るんだけど、ここに来ると元の最初に止めてた位置に戻ります、ちゃんと、はい、それで固定されます。で押し込みながら右に回すとハンドルロックが解除されて、そして、もう一回右に回すと電源が入るとね、こんな感じでね、はい、そしてもう一回右に回すと電源が一回ねまた落ちますね。そして、さらに右に回すと燃料キャップが開くという仕組みですね、これね、はい、でこれAK と一緒です、あ AK じゃないですね、例のねキムコのあのスクーターと同じですね、タイプがね、はい、これですね、色はこれ黒く塗ってありますけど ねこんな感じでちょっとガソリンがね、でこれは閉めるときは普通に、そのまま、パチンって閉めます。で、今電源が落ちてますけど、これで、ね、この下はどうなんだ、あこれで押すとシート開くんだ、あこれこっから先、こっから先だとこれはシートオープンになるんですよ、そういうことなんだ。で
ここね、オンでしょ。今これでエンジンかかるんですけど、この位置でもこれを押すとシートが来るね。シートが、ね、シートそう、電源スイッチにはならないんですね、このオンから右方向は。で1回オフにしてしまうと、ここではこれは電源オフスイッチに切り替わるんですよ。シートスイッチじゃないんですよ。そういうことなんだね、そういうことらしいらしい、はい。取説見てくれって思いますけどね、はい。オンにしてとりあえずエンジンかけてみましょうね。エンジンかけましょう、はい、ね、のぶとい音で、このセルの音もやっぱりね、はい、大排気量の感じですよね。キュン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 じゃなくてね、はい、ちょっと音違います、はい、ね、こんな感じでエンジンかかります、はい、どうですか、なかなかね。でこれ270度クランクですね、270度クランクなんですよ。だから TMAX と違うとこそこですね。 TMAX 360度クランクなんでね、うん、そういう違いがありますね、はい。でこれヌードメーターなんで、ここ TF コネクションが入ってます。で切り替えがあって、これでね、まあいろいろ切り替えることができるようになってます、はい、ね、はい。であといろんな、まあ遊べるメーターになってるということですね。でタコメーターがあって、距離計があって、これは何ですかね。例えばこれでシート開けたりすると何か表示されるの、そういうわけじゃない。あ、これ確かタイヤの空気とかって見てるんでしたっけ、ちょっと分かんないな。モード切り替えっていうのがあるんですけどね、オレンジと青、これおそらく、ローモードと、まあ、レインモードとノーマルモードみたいな感じだったかと思いますね。そしてここに何かあるんだよね、これなんだろうね、これがよく分かんない、これわかんない、ほんとね、わかんないですよ。なんだろうな。あと何がある、あとグリップヒーター、グリップヒーターね。でグリップヒーター、これ長押しみたい、違うかね、ちょっと電源入るね、電源入る。ここに3段階みたいね、3段階ね、これ長押し消えるのか、ね、長押しで消えます、はい。で押せばあと切り替わっていくね、そんな感じで普通にね。あとハザードがね、これ AK と一緒なんですよ、ここ AK と一緒ね、ハザードついてますね、はい。でウィンカーは、あ、ウィンカーの時はカチ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 音がするんだ、ね、でハザードの時は音がしない、ね、そういう仕組みですね、はい。後ろの手勢いよく回ってるな、はい。そしてヘッドライトポジション、ね、全部 LED です、はい、基本的に全て LED、透過類は、うん。そのあたりはねいいじゃないですか。で、後ろヘッドライトこんな感じ。ただね、ここのデザインが、形がレーシング S と似てますね。つくとこは違うんだけど、レーシング S に似てる。でね、まあ、エンジンはそろそろいいですか。でもどう、なんか他に、ここの切り替えとかできないですかね。オドメーターしかないとは思えないんだよな。多分どっかに切り替えスイッチがついているんだろうと思うのですが、これは何だろうね。この U と W って何ですかね。これね、これはわかんないんだよ。何だろう。で、ここにボタン一切ないから、多分これ暗い、これ、あ、やっぱり、落ちるみたい。これ黒暗くするとね。そうでしょ、ね。多分オートで明るさ変えるみたいね。はい。で、これシートちょっと開けますよ、もう一回ね。ね、シート開けて。で、これ多分照明だと思うんですけど、ついてないじゃないですか。これももしかしたらこれでつくのかな？違うか。ね、どうするとつくんだろう。メットイン照明。わからない。メットイン照明どうやってつくんですかね、これ。どっかにセンサーあって明るさ検知してると思うんだけど、多分そういうことだと思うんですけどね。わかんないね。これは取説読んであれするしかないですかね、はい。でもこれオドメーターしかないと思えないよな。あ、トリップって書いてあるからどっかで切り替えるんですよね。でもそれをどこで切り替えるかがわからないすごいな、わからない、珍しいな、わからないバイクってあんまないんだけど、うん、ね、これはなかなかすごいですね。でこれボタン、ね、押すとこうね、グローブボックスがきます、はい。でなぜかね、大きいのこれカバーしてあるのかね、ゴムのカバーしてあるんだ。でも大きいね、で1個しかついてないんですかね、鍵ね。なんか1個しか見当たらないんで、1個しかないのかな、それともどっかにあるのかな、ね、これで中にアクセサリーソケットありますね、はい。ね、こんな感じ、うん、さあ、うん、まあ大体ね、こんな感じで、まあ、標準でグリップヒーターついてるんですけど、これほら
配線ついてないんで、まあ、BMW とかと似たような感じのものじゃないですかね、はい、これあでも、はい、そうですね、これだけ買えば、ね、使えるわけじゃないからね、はい、ね、うん、KRV とかねにいいんじゃないかなんて一生思いましたけど、はい、ここの20丸なんですかね、これね、これ気になるんですけど、まあ、そんな感じでですね、AK550 どうですかね、スクリーン大きいですよこれね、ね、これがもしこう起きてたらもっといいんじゃないかな、まあ、スピードを出すことを考えるとね、まあ、こういうあれでもいいのかもしれないですけどね、はい、でまあこれ多分もう製造から結構経ってる車両なんでね、でメーカーにずっと在庫があって、で、まあ、最後ね、出しちゃったんだろうと思うんですけど、ちょっと残念だね、はい、これ、本来だったらクレームで直せますよ、うん、本来はあの買ったあの仕入れたところですよ、仕入れたところが最初にすぐクレーム入れるべきですよね、うん、で入れてないってことはもしかするといやもう安く出しますからクレームはなしですって言ってるのかもしれないけれども、そのあたりどうなのかちょっと私は分かりませんが、はい、まあまあでもねそういうことはあってもおかしくないか、はい、まあ、非常に、うん、まあやっぱりね100万なりするバイクなんで、うん、まあ立派ですね、はい、まあ欲を言えばこういうところが塗りパーツであってほしいかな、うん、やっぱり、まあ、ここもそうですね、ここのハンドルのカバーとかこの辺ね、うん、だから、まあ、全部塗りにしろとは言わないけれども、うん、色あせるパーツをなるべくやめてほしいね、うん、まあ、ミラーはまあいいけど、そうしないと結局長いこと乗った時に、うん、みすぼらしくなっていく、うん、そう日に当ててね、うん、だからやっぱりこういうフラッグシップね、やっぱり違うよねっていうね、やっぱそこなんですよ、うん、そこにそういうことと思いますよ、だからお金かかってる、ね、だから5年乗って10年乗っててもいいよ、すいいですねこれっていうふうに言われるようなね、うん、やっぱそういったものに、していっていただきたいなと私は思いますけどね、ダメですかね、はい、うん、サイドスタンドあるみたいな、アルミでしょ、鉄鉄わかんない、アルミだったんだけどどうだろう、うん、ね、この辺のカバーはね、これ樹脂みたいね、これじゃあそこにキムコナン入ってますけど、なかなかこうおしゃれな感じしますけどね、シートがおしゃれですよ、だって刺繍だもん、 AK とかキムコがプリントじゃないもん、うん、ね、シートいいじゃないですかね、そしてなんかね、フロント15インチ、後ろは10、後ろも15かな、前後15かな、120の 70R15 だからラジアルタイヤですよね、どこのメーカーなんですかね、メッツァラかな、メッツァラ、メッツァラのフェルフェフェフェフリーフィールフィールフリーフィールフリーでいいのかな、はい、っていうタイヤがついてますね、そして何といってもね倒立サスペンション、まあ、当然でございます、でこれステムはやっぱりアルミ製ですね、ただね黒く塗ってある、パッと見分かんない、一瞬あれ鉄なのとか一瞬思っちゃいましたけど、アルミ製ですね、やっぱりね、でトップブリッジあるんで、トップブリッジまで全部つながってますけど、フロント方向はね、はい、合成ごと考えてると思いますよね、はい、で太いね倒立、そしてラジアルマウントのブレンボーのキャリパーがダブルでついております、これだけでもなんかいいですよね、なんか特殊な気分がしますけどどうですかブレンボーね、はい、いいですよね、ブレンボーのラジアルマウントだもんね、うん、これだったら交換するときにキャリパーごと交換ですね、うん、売ってますもんねブレンボーね、 OEM 普通にね、うん、それを純正、 OEM って言わないの、純正っていうの、それを買って入れ替えて、これは売るって、はい、一番安く済む方法じゃないですかうん、ね、お得感も高いしね、はい、そうですね、はい、まあ、いろんな見るべきところはあるんだろうと思います、はい、乗ったらどうなんですかね、いいのかないいんじゃないですか、はい、結構評判いいですよこれね、はい、丸山先生もね、お足つきが良くていいなっ って、ね、言ってたような気がしますよ、はい、これブレンボーですね、明らかにね、ほらここはね、これねブレンボーの、はい、キャリ、マスター左右ねついてますよ、でちゃんとパーキングもねついてます、はい、まあビッグスクーターねらしい感じですね、はい、ここねこれキャリパーが特殊機械式なものも一緒についているキャリパーでございます、アクセルとか外してないね、うん、多分ね、全然傷ついてないからね、開けてないです、外してないです、はい、
重いんだよ。すげえ重いのこれ。張りがすごいんじゃないかな。うん。で、160の 60R15 ね、後ろは160ね、太いタイヤがついてますよ。そっかね、まあ普通やんないな。そう、やるところの方がちょっとおかしいんじゃないかっていうふうに思われちゃうと思いますね。はい、という感じで、AK550 見てみましたけど、いかがですかね。なかなかね、いいですよね。うん、私はこれはねいいなと思ってましたけど、ただ、ね、値段がね、っていうのありますから難しいですけど、はい、これで一回電源をオンにしてシート開けるのがちょっと面倒くさい。これで、ね、こうやって、ね、でシート開けるね。はい、そして、なんかなんだろう、グラブこれね、あえて言おう、グラブバーを裸でボンボンと入れといたら傷だらけになるだろう。ね、いくら外したパーツとはいえね、うん、まあ、これは他店のやってることだから、私がとやかく言うとね、お前ふざけんなよって言われちゃいますからね、気をつけないといけないんですけど、ね、これなんだろう、あ、これがなんだろう、ちょっと待ってくださいよ、これどうなんです、箱がついてますよ、この中に何か鍵入ってるんじゃないの、ほらほらほら、予備キーがここにありますよ。すんごいよ。ちょっと凝ってるね。トリセツ。箱自体はまああれなんですけど。すごいよ、これ。やばいね。これオーナー、ちょっと嬉しいですね、これね。ね。欲しかったな。なんだ、AK 買えばよかったかな。すいません。そして、車検証ね。車検証見ましょうか。はい、私が見てもしょうがないんだけど。珍しいなぁ。あ、西、そうか。キムコですね。はい、キムコです。はい。ね、キムコ。あ、有効、車検のね、満了する日ね、私の誕生日です、ね。余計なことでございましたけど。はい。私の誕生日が何かですね。ね。そして、はい、出てます。はい。これ、ETC つけてるとこ面白いんだよね。何度これつけたかね。こっちにずれるね。しかもこの内張りがあるから、今の時珍しい内張りちゃんついてる。当たっちゃってんの。さあ、これ勝手にやって大丈夫か。これこれですよ。ね。ね。ということで、AK550 でございました。はい。という感じで、トリセツ、トリセツこっちにあるよ。そっちにあるの何だったさっき。ね。ちゃんと保証書に。珍しいね、反抗してるよ。これは珍しいわ。結構ね、保証書に反抗とか押さないんですよ、あのバイク屋さんって。日本のメーカーばっかやってると、もうそういうのが当たり前になっちゃうんですよね、はい、保証書なんか別に関係ないでしょっていう風になっちゃうんですよ、うん、それ別にいらないよみたいなね、ちょっとした演出なんだよね。ちょっと嬉しいね、こういうのね、はい、これガラ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 ってさ、まあいいや、はい、とりあえずこんな感じでございます。はい、いかがでしたか。ね、これつかないんだけど、どうやってつくんだろう。これつなぎ忘れてるとかないよね。どうやってつくんだろう。照明、ここがセンサーなのかな。つかないね。わかんないな。わかりません。はい、やめましょう。はい、触りません。はい、っていう感じで、よろしいですか。そうだね。ETC の、これアンテナの取り付けがちょっと、こういうのはつける人によって変わっちゃうからね、難しいですよね。もうここって決まってるわけじゃないから、こうやってつけてくださいみたいなね。でここをこうしてこうやってつけてくださいってないから、そのあたりでちょっとんって思うこともなきにしもあらず、もうもちろんね、私の場合も多分他の人が見たら、あれなんだこれっていうふうに思われるかもしれないからね。まあ人それぞれあると思います。いやいやいや、楽しいね。はい、ということで AK550 でございました。せっかくね AK があるんで、ちょっとつなぎましょう。で、本来はインテグレーテッドリンカーっていうのを使ってつけるんですけど、これおそらく ABS の方は普通にただつなぐだけで見られると思うんですよ。 ABS を見たいんだ、それだけなんです。
して ABS を見たいのか。ちゃんとリセットしてるから ABS エラー表示見ましょう。ないから、なきゃいけない。08と10がエラーだと、はい、フロントホイールスピードセンサーとリアホイールスピードセンサーエラーですね、はい、初期ね、みんなエラーになってるんですよ。だからリセットしてあげないといけない。08と10、はい、だから新車で販売するときは必ずこれをクリアする。そうすれば問題ない。別に逃げ気が残ってるだけだから、別にそれで効かないとかそういうわけないけど、なんでうちでやってんだろう。そうですね。なし。させていただきました。リセットというか、リセットじゃない、クリアね。コードが残っちゃってるんで、